始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はキャンドゥで購入した TM メタルスタイルリップ4種類をレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回はこちらの TM メタルスタイルリップっていう口紅をレビューしていきたいと思います。こんな感じのすごくおしゃれなパッケージになっていて、ここにリキッドでもパウダーでもない新感覚リップ、さらっとマットなメタリックカラーっていう風に書いてあります。新感覚なリップだそうで、仕上がりが全然想像がつかないです。で、使い方なんですけど、しっとりメタリックに仕上げるときはお手持ちのリップクリームまたはカラーリップを塗った上から重ねて塗ってください。マットメタリックに仕上げるときはすっぴん唇の上から塗ってください。色が薄い場合はお好みの色になるまで 2,3 回塗り重ねてください。リップだけでなくアイシャドウにもご使用いただけますということです。では早速カラー展開を紹介していきたいと思います。こちらが TM メタルスタイルリップバイオレットピンク、こちらがレディーレッド、こちらがヴィンテージブラウン、こちらがモーブピンク。公式のインスタグラムでも4種類だったので全4種類だと思います。まずこちら TM メタルスタイルリップのバイオレットピンクです。パッケージはこんな感じの大きさ、こういう単色アイシャドウぐらいの大きさですね。スクエア型で本当になんかリップっぽくないというかね、アイシャドウっぽいですよね。開けてみると結構蓋もしっかりしてますね。こんな感じです。お、あー硬い。え、何？硬い。なんかアイシャドウみたいですね。アイシャドウに使えそう。これは結構なんか青ラメっぽいのが入っててすごく可愛い色味です。バイオレットの、今ちょっとね説明を見てみたらアイシャドウにも使えるって書いてありました。結構サラッとしてます。はい、次にレディーレッドです。こんな感じのカラーです。なんかさっきのよりしっとりしてる感じがする。すごくこっちはスルスル塗れました。さっきは結構硬かったんですけど。次にこちらヴィンテージブラウンです。やっぱりリップというよりはアイシャドウと兼用して使うことを想定して作られてる感じはありますね。はい、そして最後モーブピンクです。こんな感じです。めっちゃこれ色かわいい。はい、照明を消してみると4色こんな感じです。なんか全体的に結構女っぽいカラーですごく私は好きな感じ。まず最初はバイオレットピンクですね。1回目はリップを塗らずにそのまま塗ってみようかなと思います。結構このバイオレットピンクはなんか硬いというかすごいサラサラしててあんまこうスルスル取れないんですよね。乾いてるのかな。そのまま塗っちゃうと本当なんかもうマットっていう感じじゃなくて、なんかもうアイシャドウを唇に塗ったみたいな感じで、なんかマットリップって感じではない。すごくね縦じわも目立つ仕上がりになってて、なんかちょっとすっぴんの唇にそのまま塗るのはちょっと発色もしっかり出ないような気がするので、ちょっと一回落として、なんでこういったリップクリーム、これを先に仕込んで唇をしっとりさせてから上にポンポンのせていこうかなと思います。なんか私のこのバイオレットピンクがハズレだったのかもしれない。めちゃめちゃ乾燥してるんだよね。なんか全然他の3種類と乾き具合が全く違う。そうですね、やっぱりリップクリーム仕込んだ方がしっかり発色が出るので、このリップを塗るときはねしっかりと下地を塗った方がいいと思います。
色味的にはなんかギラギラって感じはないけど、やっぱりメタリックですね。で、結構ね、縦じわが目立つ仕上がりになっているっていうのと、結構色ムラがね、できやすいですね。なんかアイシャドウにも使えるぐらいなんで、全体的に粉がね、こう、パサッとしてるんですよね。なので、唇にのせると、ちょっとやっぱりね、ムラっぽくなってしまいますね。次にレディーレッド塗っていきます。はい、レディーレッドは結構なんかロックな感じの色味というか、今日の服装には結構合ってるような気がしますが、結構ね、強めの赤って感じかな。こう、やっぱりね、こうメタリックな感じなので、ナチュラルとは程遠いって感じ。結構目立ちますよね。ただね、これちゃんと、このメタリック感と色っていうのもしっかり出るので、一個で唇がすごく華やかになるっていうのはあります。今ね、リップを仕込んでいるので、結構発色してるのと、そこまでマットじゃないと思うんですけど、マットな仕上がりが好きな方は、単体で使うのもいいと思います。ただ私はこのリップ自体が単体で使った時にすごく縦じわが目立つ。で、リップと併用しても、なんかこう縦じわに、なんていうのかな、溜まる？色が溜まる感じっていうのが若干あるので、私はリップとかをちゃんと仕込んだ方がいいのかなって思いますね、仕上がり的には。はい、次にヴィンテージブラウンです。なんかこれは私がちょっと前に買おうとしてたロレアルパリのあの貝殻っぽいパッケージのブラウンのね、ラメラメのカラーあったと思うんですけど、それにちょっと似てる。あれはもうちょっとね、ザクザクラメが入ってたんですけど、これはね、ラメは入ってないんですけど、輝き感とかなんか色味の感じすごく似てます。すごくね、おしゃれな人が使ってそうな色なんですけど、結構肌の色がそんなに明るくない人とかだとめっちゃこれおしゃれに決まるんじゃないかなって思います。これ合う人が塗ったらめちゃめちゃおしゃれな色だと思います。はい、そして最後、結構大本命なモーブピンクです。正直ね、リップには薄いと思うんだけど、これはなんかね、唇に塗ってみると、なんていうのかな、ベージュっぽい。結構夏には合いそうなカラーではありますが、この4種類の中では一番、まあ、ナチュラルというか、抑えめ発色ではあるんですけど、これでもね、すごい普通のリップに比べたら、なんていうか派手というか、リップを主役にできるぐらい、結構しっかりと決まる感じのリップかなって思います。ちょっとね、アイシャドウにも使えるっていうことだったので、この一番結構無難な感じのモーブピンクを、ちょっとこのアイホールにね、使ってみようかなと思います。指にとって、え、待って、めっちゃ可愛い。これ絶対アイシャドウに使った方が可愛いと思うのは私だけ？これね、こう重ねたら、グラデーションっぽく、こう濃くできたりもしますね。これアイシャドウにめっちゃいいと思う。しかも結構ね、このベタベタしないからあんまりよれる感じがないです。結構なんかまぶたにのせると可愛い感じのピンク色。はい、ということで今回はこちらキャンドゥの TM メタルスタイルリップレビューさせていただきました。リップに使うのも可愛いと思うんですけど、アイシャドウに使うのがね、めちゃめちゃ可愛かったです。唇に結構こうメタリックな感じが入っちゃうと、結構派手で使いにくいって方はね、アイシャドウに使うのがいいと思います。どっちにしろとても優秀なアイテムで、すごくおしゃれな感じですね。なんか私使いこなせるかなっていう感じのおしゃれ上級者向けな感じのリップでした。でもアイシャドウの色とリップの色を合わせて使ったりとか、なんかすごくこう統一感のある顔を作れるんじゃないかなって思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ちゃんでした。バイバーイ。